나가면 나를 데리고. 喋んな。お兄ちゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん、陽気なお兄ちゃんなの。いやもうしっかりしっかりねカメラアングルをあなんかヤクザに絡まれたヤクザに絡まれたかな。我慢できないでこっちで撮ってやるか。一応ね大人なんです。こう見えて振りじゃないですよ。やめよ。やめよ。部下ちゃん我慢できないでしょ。もうやめよ。我慢できないのもっとやっていいから。ちょっとこれ越しにこれ越しにジャスティス。酒の中身鉄のテキーラに変えてくんないかな。あれ帰り戻る時もこれ血だらけしてる。ダメだ。酒飲むとダメだ。ダメだ。
今も似合いましたね。ちょっと笑わしにかかるか。もうだって半笑いだもん。音笑い来ない。こっち見ないから。こっち見ない。こういうの一番怒られる。これおみき飲むシーン。高さそうよ。やめろ。お前本当やめろ。誰かこの辺でもらえるよ。どこか。すげえ我慢してんだろうな。いやでもこれありって呼んでるから、ね、我々は。そういう要因でしょ、我々は。そう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 。我々にこれから覗いたら何も残らないから。こっち見て。もう喋っていいか。ありがとうございます。また。手プルプルしたじゃん。ああ緊張した。それでマッキーさん。これ撮るだけ。もうね、バッテリーが半分しかない。やばい。またね。
はい。です。のあれなんでみたいなノリだったから、結婚の的な感じだった。じゃあウェルカムドリンク飲みに行きましょうか。そうだね、じゃあ行きましょうか。よし、じゃあ、よし、じゃあ、ちょ、待って、ええええちょ、待ってよ、入られてるのお願いします。ちょ、待ってよ、マジ。新郎新婦に一言。あ、本日はおめでとうございます。おめでとうございます。出てこないですよ。大輝さん、はい、新郎新婦に一言。おめでとうございます。二言。二言。なんだっけ、沖縄の乾杯のやつ。ありがとうございます。タグさん、新郎新婦におめでとうございます。二言。二言、はい、三言。末永くお幸せに。四言。こんな紹介しろよ。揚げ持ってこい。大江さん、新郎新婦におはようございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まず新郎新婦に対しての思いを体で表現します。体で、はい、タックル始めちゃう。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ミツさん、はい、おめでとう。ありがとうございます。おい。おい。あ、じゃあ新郎新婦に一言。本当に結婚おめでとうございます。もう一回いいです。もう一回いいです。お支度が整われたようですので、これよりお二人を会場会に
ぜひお二人のお姿が見えましたら、皆様会場いっぱいに響き渡る盛大な拍手をお寄せいただきたいと思います。ではお二人をお迎えする前にスクリーンをご覧ください。楽しいひとときはオープニングムービーからスタートです。神聖なる神前におきまして夫婦の誓いを立ててまいりました。私たちはこれより夫婦として手と手を取り合い共に人生を歩んでいける喜びとともにその責任感に身が引き締まる思いでございます。ここにささやかではございますが日頃の感謝の気持ちをお伝えしたく宴席を設けさせていただきました。短い時間ではございますがどうぞお楽しみいただけましたら幸いでございます。続きまして新婦から新郎へとバスを注いでいただきます。
っちゃくない？ちっちゃくない。テツさん、お酒がとっても大好きでいらっしゃるということなんですけれども、さあ、どんな量を注いでくださるんでしょうか。ゆかさんからテツさんへお送りいただきましょう。もう一杯。もう一杯。ちょっといっぱいもらうから整いましたでしょうか。さあ、それではお二人仲良く、お酒をしていただきまして、お二人の乾杯の準備が整ったようでございます。では改めてお二人に大きな拍手をお寄せください。それでは改めまして、中尾様、乾杯のご発声をお願いいたします。まあ、それでは2人の前途をお祈りいたしまして、乾杯。乾杯。
まあ、ゆかちゃんはあれかな、うちのお店にゲスト来てくれて、でそこで初めて会ったのかな。ですよね。まあ、でも、バッター座ってるもんね。で、いつも鉄の横にね、鉄が何かをして、バスの上に鉄の横をしていてるしね、止めてくれたり、頑張るって言ってるね。僕の雑さ見えないちゃったんですけど、ここでテス君とその皆さんがこういう風になってくるから、まあ、非常に嬉しく思います。で、その練習も始め、まあ、何かさせてもらってるんで、それからね、まあ、うちエリアでちょっとしたちっちゃいお店やってるんですけど、もし機会があれば、皆さん、すいません、気軽に遊びに来てください。いいお店です。気軽にやってるんで、あの、まあ、これからも、まあ、末永くお幸せに。皆さんの話をね、たらいましがられるようなご夫婦になっていただければと思いますので、はい、あの、ですね、はい、これを少しともさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ぜひ、ご視聴いただきたいただいて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 、と思います。エリカのレモンディオースというお店ですね、先ほど、宣伝もされておりましたが、はい、皆さんの方は一緒に、楽しんで、皆さんちょっと伺っております。また来ましたら、改めてこの動画の方も楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、皆様、来ますので、これよりお邪魔させていただきます。お食事、お飲み物をお勧めいただきながら、どうぞごゆっくりとご覧ください。はい、しょっちゅうもらって、あ、待ってね。お兄様のエキストラにお願いします。
Thank you.
呼んだ。スカちゃん、スカちゃん。同じ出来の子は全てない感じ、うん、あそういうことねやめてもらいます証拠を残すのえこういうのこういうの残した方がいいいや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 、ちょっとまずいまずいまずいどの子っぽいの英吉と同じ席の、うん、名前なんだっけ香織ちゃんだ。そう、花香織だ。そうだ。ああ、そうだそうだ。香織ちゃん可愛いんだよな。もしね。香織ちゃんにちょっとメッセージ。愛のメッセージ。香織ちゃん、俺が幸せにするから。お願いします。これだな、モテないね。よし。見せよう。どうぞお願いいたします。Ripper, ripper, ripper, ripper.
張してないし、みんな大丈夫。みんな大丈夫。あれ、みんなだ。言った方がいいよ。発表問題一人だ。いや、微妙もすぎるから。いや、あれは。許して。あの、早すぎるから。この人は勇気を振り絞って第一線に行ったんですよ。あれすごい勇気だし、あれすごいと思う。勇気っていうか、ちょっと迷った人もいたんだけど、でもたくみさんがと俺らで迷ってみたいなって、めったに来ない塚さんが行った手前、誰もこういつ来てるもん。僕近い、はい、どうする、マリコ近いんだ。あと僕にビール。でもまあ近いっつっても誰よりも早くいましたからね。まあ近いから近いからさ。もう近いな。だって僕あなたのが乗る電車と同じ。あなたあなたあなたよりも早い時間に、あなたよりも早い時間にもう電車と乗ってましたからね。いや実際問題多分俺はもうそんなに遠くはない。だって近い、いいね、僕が近いもん。でもこれで言えるユウスケさん、すげえ好きだ。ユウスケさん勇気あったと思う。ただ行きたかった、見たかった。ただまあ途中でちょっと飽きた。最低。だから序盤で一回正面行ってる。何か言わかんぬしさんみたいな人に喫煙所どこですかって聞いたの。そのあ、まあ便所です、便所ここでやりますよ、便所って言われて、そしたらあのしょ、はーい、はい、僕です、僕です、発案があるんだ、僕です。え、マジで近いね、作ったじゃん。で、みんなに言われたのが便所っつったな、こいつ。発案だと、マジでそう。あれはマキノさんの応援せんか。あ、そうなんですか。あの、色が変えてるから、ね、変な顔してた。俺からはマキノさんの顔を見ながら絶対なんかやってるなと思ったのに、緊張を持って絶対やめた。でもさ、中間の時にせっかく立候補したのに、もう不安でたから選ぶじゃん。でもさ、実際さ、人前式の時にさ、あの外野見えた、見えた、見えないようにした、見ないようにした。棚がこうあって、うん、ここにいたんですよ、みんな。みんなね、みんなね。でもさ、大勢はさ、逆にいたじゃん。右側にいたじゃん。そう。その裏側にちゃんと動画撮ってる。こいつ。二人がね、2ページを見てくれる。もう俺。過ごしの新郎新婦だ。もう見ないようにして笑っちゃうから。それがもう伝わってしまう。あそこの上って死後現金なんですよ。そうだよね。神の場だからね、あのね。なんか2回ぐらいは怒られてる。でも、鉄よりゆかちゃんの方がずっとニヤニヤしてる。でも、5回ぐらい注意してるから。あ、そうなんだ。5回ですか、席ですね。あの、あとでグループで写真と動画あげるから、全部。あの、いいね。ずっと動画ですから。そうだから、いや、そんなつもりじゃなかったんです。え、どういうこと。たくみさんはもう、はい、